はい、どうも、哲学とです。ちょっとね、ネクロマンサーで1週間ぐらい過ごしてみましたので、またね、新しい職やっていこうかなと思います。そうですね、一応、なんとかね、パラゴンレベル614、戦闘レーティング 13,127 まで上げることできたので、まあそうですね、次は何やろうかなとちょっと悩んでたんですけど、まあウィザードをちょっと久しぶりにやってみようかなと思ってますんで、まあウィザードあたりでやっていこうかなって感じですかね。はいはい。そうね、この辺はもう砕いちゃっていいかな。あとはちょっとね、リフトの方も進めてきたんで、あ、多少強化できますかね。はいはい。7上がると。これで、7上がると結構レーティングも上がるんじゃないかな。あ、141ですね。はいはい。攻撃力のダメージの方がちょっと上がってると。感じですかね。そしたら、じゃあ、転職していきましょうか。でちなみになんですけど、アイテムの方も、この呪われたアイテムですね。これ3箇所つけると、あの冒険者の、なんだっけ、の方が済むんで、まあそっちもね、集めたいんですが、まあちょっと、レジェンダリーの精髄も溜まり続けてますので、まあ、クラス変更やっちゃいましょうかね。クラス変更で、まあ、なんだかんだでね、ディアブロ、イモータル、こう、いろいろクラス変更しながらやっていくとね、楽しいんで。そうだね、文句と一応、ババオはもうやったんで、ウィザードにまたしてみようかな。ウィザードも結構遠距離で強かったイメージがあるんで。はいはい。じゃあクラス変更しちゃいましょう。そう、コスメがね、強要できないのが唯一ちょっと寂しいなというところではありますけど。よいしょ。はい、クラス変更完了と。見た目は？おお、こんな感じですね。お、かっちょいい。これ、兜外せませんなんだ。金ピカな感じでいいんじゃないですかね。まあそしたらウィズの装備はまあ抽出しちゃってもいいけど、まあ取っときましょうか。保管庫に結構余力があるんでね、ここら辺は残しときましょう。で、スキルの方が、あれですかね、レイオブフロストと、ディスインテグレートを両方打つって感じでした。なんだ、多分パラゴンがすごい、前回振ってから、あはは、423残ってる。制圧者とかは意外とやってあるんですね。財宝探し。あ、
剣闘士とかこれに全然振ってないですね。ほら、結構初期に育ててた感じなのかな。こっちは効力か。まあ、このラインで取ってった方がいいかな。で、罠。耐性。ライフ。ダメージ値か。で、そうね。あ、ライフ振ってるけど、まあいいか。で、ダメージですかね。効力も取っちゃいます。ダメージ貫通率も取っちゃいましょう。よいしょ。で、アーマー貫通力か。一つも取った。マスターマインドの方が、マスターマインド結構取ってますね。連続キル。じゃあ、あ、でもこっちのあれも取りたいですね。アーマー貫通力。当選。アーマー貫通力。ダメージだね。あと決闘士ですかね。これ今何ポイント振ってるのか見づらいのがすごい困りますね。なんかマックス値しか出てこないから。いつも振り直すとき大体で振っていくような感じになっちゃってるんで、はいはい、うん、ダメージと防御力貫通とライフ取りましょうか。そしたらこっちも取るか。防御力と上目のやつに中心に振っていくか。お、はいはいはい、これでマックスですかね。で、能力値の方が、はいはい、1万3000ぐらいまでなってる。なんか隠れ家とか行ってみるかな。で、聖髄の移行。もう聖髄全然覚えてないですね。頭はなんかいいのあるのかな。レイオブフロストとか。ブラックホール、スコーチ、テレポート発動時。レイオブフロストの範囲が20増加する。なんとなくこれだった気がする。そう。まあ、聖髄マスターレベルもね。ない状態なので、まあ当分はこれで上げていく感じかなと思いますけど、はいはい。ディスインテグレイト。ああ、どっちがいいかな。ファイアリービームか。
で、ハーケーンウィンド、うーん、私何してんのかな、エクスクロキュートにしてるような気がするんだよな。そうだね、アイスクリスタル、テレポート、ディスインテグレート、レイオブフロストか。いやもうネクロマンサーもすっごい久しぶりなんで、ネクロマンサーじゃないわ、ウィザードもすっごい久しぶりなんで、さらに3体の敵に飛び火するにしてんのか、これにしましょうか。で、レイオブフロストが標的の方向に極寒の光線を放つようになる。これにしてみようか。まあいろいろ試していきましょう。ああ、これは？あ、これか。ケイオスネクサスか。これいいんじゃない？あんまりここら辺はまだ、うん、あれですね、レジェンダリーの効果も少ないっていうのもあるけど、あんまり良くないんだよな。どれもあれですね、うん、スキルとのシナジーがない感じか。どうなんですかね、結構変わったのかな。あ、だいぶ、テレポートすると3秒間与えるダメージが 10% 上がるとかね、いろいろ加わってますね。はい、おお、レイオブフロスト、まあなんかいろいろ、そうね、レジェンダリーもたくさん増えているので、まあゆっくりレジ集めもしていこうかなって感じですね。はい、ディスインテグレートのダメージが上昇、これは集めがいがありそうですね。多分あとウィザード、デーモンハンター、クルセイダーは全然ね、1回しかやってないのでまたやっていこうかなって感じですね。はいはいはい、こんな感じで、おー、いいですね。あ、これこれか、どっちがいいかな。なんかちょっと微妙だなこれ。レオ標的の方向に極寒の、うーん、これじゃない方がいいな。うーん、あー、まあ、あ、こっちにしてたのかな。アイスクリスタルの方にしてそう。このクリスタルがね、反射してくれるから、それに打って、で、こう、打つ、ここに打つみたいなことをやってたような気がする。過去ね。まあ、今は、今これが強いかどうかわからんけど。まあ、そしたら、また、ウィザードでしばらく過ごしてみましょうかね。はい、今回も動画見てくださってありがとうございます。またね、生まれ変わったウィザードで、うん、いろんなビルドを試していけたらいいかなと思ってます。もうね、これなんで消せないんだ。コスメもかっこいいですね。さっき先生はコスメもなんかこうやって拡大表示できるんだよね。
こういう感じにもできるので、あーかっこいいね。いいじゃないでしょうか。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。